はい、ピアノの科学です。この前の続き、ピープル、ミルエマシのピープルの今日は2コーラス目、セカンドコーラスをちょっと弾いてみたいと思います。まあ、確認しながらやっぱりちょこちょこ出てきますね、いろいろ。まあ、キリがないんで、まあ、この辺でいいかなっていう感じでありますけれど、E メジャーに転調してます、セカンドコーラスから。聞き直しばっかりでちょっとすみません、練習不足で。まあ似たようなことばっかりやってるって言えばやってるんですけど、微妙にやっぱり結構違うんですよね。まあともかく左手のメロ、動きとかっていうのは、まあその同じスケールの中でずっと弾いてるんですけど、連符がいろいろ変わったりとかするので、ちょっともう一回ね。すごく取ったけど、 C も別に聞こえだし、 B のシャープも聞こえだし、まあ抜けてる、ただ単に抜けてるだけか聞こえないか、thank you。
この辺がまた違ったパターンのダイアトニック、トライアドだと、トライアードの、右手がトライアードのダイアトニックになってますね。このテンションを聞かせて、後で出てくるコーラスもっとどぎつくかってやってるんですけど、その調にこうなだれ込むみたいな、まあ、かなり斬新な響きがしますよね。はい、まあ、これからはちょっとサクサク説明もそんなにしないで、言い出すとちょっとキリがないので、あまり聞いててもちょっと面白くないかなと思いますね。今の現時点で5コーラス取りましたね。やっと折り返してきたっていう感じで、もう疲れるというか、もう取れないとか本当もう何回もやってます。すごくやるので、もう連符になってもうなんかもうリズムとかわけわかんなくなってるんですよ、もう途中とかも。まあ、それをなんかちょっとこう無理やりはめてっていう作業が本当にしんどいんですけれど、これさらにこう楽譜にちゃんとして分かるようにって、こう自分が見たらちょっとなんとなく分かるんですけど、まあちょっと人に見せるような感じで、ちょっと恥ずかしい記譜法で、ちゃんときれいに書いてないし、リズムも間違えてるところとか書き方が、そういうところもあるので、まあちょっと自分しか分からない暗号みたいな感じなんですけれど、まあ一応だけそれでもやっぱり楽譜ってすごいですよね。楽譜を作った発見し、楽譜を発明した人って本当に文字を発明した人と同じで、コピーって一番最初にやったのって最初はあれか、レイ・ブライアンとかなんかのエンジェル・アイズをやったのかな、一番最初は。で、その後ビル・エヴァンスの アローに入ってる、アタイム・フォー・ラブっていう、まあ、これリサイタル・ナンコールとかでも聞いたことあるんですけれど、もう一番最初にやったんですよ。その時はなんと、楽譜書かないでやりましたね。そうすると、やっぱり人間の能力ってもうものすごい働くというか、だって忘れたらまたとんでもない作業をやらなきゃいけないわけだから、もうその場で覚えていくんですよね。もう必死でもうフル稼働で、もうこんなに能力使ったことないっていうぐらい真剣に覚えていって、その場でもうその小説ごとに覚えていくから、だから結局その例えばその日に終わった分、例えばワンコーラスやるとしたら、そのワンコーラスは完全に覚えてるわけですよ。だけど夜はもうおちおちもう寝れもしないみたいな。で、次の日になったらまたちょっと抜けてるとこがあるから多少確認してみたいな。もうほんと切羽詰まったというか、まあ火事場のなんとかってやつですよね、本当に。まあ、そうするとだから全コーラス終わった時は全て覚えてるんですよね。で、演奏ももちろん人前に聞かせられるようになってるし。だから耳コピする場合は楽譜書いちゃったって今度は脳が休むから、
やっぱり人間負荷かけないとそのフルパワーっていうのは出ないんだなっていう。まあだけどその、もう自分もちょっとそこまで根性ないので、もうその後はもう覚悟しましたけれど、ああいう作業ずっと続けたら多分眠ってる才能ないけどなんか眠ってるようなちょっとしたその能力がまあちょっと 100% 使えるようになるのかなと思いますね。なんかよく頭のいい人とかってこう楽譜とかに例えば書き込みしないとか、なんていうんですか、まあ極端にもノート取らない、ノート取ってる時点でもそれってもうね、そこのノートに頼るわけだから脳はちょっと休んじゃうじゃないですか。だから忘れました、なんか今ちょっと言いたいことあったんですけど、最近ちょっと短期記憶ができなかったですけど、そろそろやばいかなと。だからノート取らないであれした方が、まあ、フル稼働するんですよね多分ね。うん、まあもしなんか皆さんも好きな方とかおやりになってると思うんですけど、何でもいいですからちょっとコピーとかしてみるとまた違った角度で、特に楽譜で出てないものが、こういう僕は憧れてたずっと憧れてたような曲とかをその音が鳴ったりとかすると結構感動しますよね。それが一番最初に本当に何もない状態の時とかってある意味その時の方が感動が大きくて、少しこうシステムが分かってきたりとかすると、あこれかこれかみたいな感じで、まあ、ちょっと新鮮味はなくなってくるんですけど、だけどそれでもやっぱりその部分でもうこうトータルすごい何コーラスもありますけど、部分でやっぱりその本当によく僕が言うその神は細部に宿るっていうこの音の使い方とかやっぱりすごいなと、こういう分析できたとしてもこういう使い方はできないなっていうのがやっぱり出てきますよね。これをまた本当に自分で吸収するまでまた何年もかかってまた時間がかかるんでしょうけど、まあとんすごい栄養源になるっていうか、はい、まあまああんまり話しててもなんなんで、じゃあまたそのうち今度は3コーラス目いきたいと思います、もしよろしかったらチェックしてください。ありがとうございます。